鎧大元帥じゃないや、誰だっけ。いや、鎧元帥だ。大がいらない。結城ジョージ、最高幹部と判決により貴様を処刑する。俺はデストロンのために今まで働いてきたんだぞ。連れて行け。どうして奴を処分するのですか。奴は科学者グループのリーダーでデストロンのエリートだ。いずれ大幹部になるだろう。俺の地位が危うくならんうちに目を摘み取っておくのだ。お前も協力してくれるな。その暁にはお前は私の参謀に迎えてやろう。鎧元帥様もなかなか。そっちも悪いよな。ユキ、貴様は科学者グループのリーダーで、助手たちの信望も厚い。だが、謀反を企てていることが発覚した。嘘だ。鎧元帥。それは俺が邪魔になった貴様の企みだろう。デストロンは貴様を必要としないのだ。おろせ。うわー、腕が、右腕が。一息には殺せん。苦しみながら少しずつ溶けていけ。さて、溶けきった頃にまた来るとしよう。バカなやつだ。これは結城さんを落とし入れる計画だ。えっ、いやー、お前たち、助けに来ました。我々も一緒に逃げます。急ごう。そろそろ時限爆弾が爆発するぞ。引きずってる。脱走だ。ここは、ショッカーの時に使われていた研究員専用の隠れ場です。隠れ家です。今、ここを知るのはもう誰もいません。いつまでここにいられるか。でも結城さんは重体です。ここから動かせませんよ。鎧元帥にやられたこの右腕はもう元通りにはならない。この右腕に密かに開発していたあのアタッチメントを装備できるよう手術してくれ。確かにアタッチメントは一緒に持ってきましたが、今の結城さんの体力では手術に耐えられるかどうか。大丈夫だ。俺は死ぬ。生き抜いて、生き抜いて、必ず鎧元帥に復讐するんだ。わかりました。それではこのまま手術を始めます。頼む。うわあ、すまんが来てくれ。実はさっき変な通信が入ってきたんだ。変な通信？それで何と言ってきたんだ。デストランから脱走してきた科学者たちが保護してくれと。陰謀です。デストランの奴らを信じられるものか。これは陰謀です。おいおい、さあ結論を急ぐな。言ってみればわかることさ。加谷市長のナインという店に隠れているらしい。わかった。
俺たちが迎えに行くと通信しておいてくれ。何っていう喫茶店ですか？確か南東にあったような。え、喫茶店ないんですか？それならここから南東に行くとありますよ。ただ店の外観はできているのにまだ回転もしていないんですよ。それでも行くんですか？これでライダーマン用の装備も購入したし、これ引っかかるの？こっちから入れるか。はい、飲みませんでしたか？私の大事な友達なんです。ないんですか？それならすぐ南東ですよ。フリーズった？これはフリーズったね。
ここか。今のはデストラのやつらだ。遅かったか。とにかく入ってみよう。しっかりしろ。おい、通信を送ってきたのはお前たちなのか。2階の隠し部屋に結城さんが。結城さんを頼みます。隠し部屋と言っていたな。あべ、平山。くそ、この傷はマシンガンスネークの。君が結城さんだね。なぜ俺の名を知っている。彼らが保護してほしいと通信があったんだ。そして君のことを頼むと、みんな俺のために。許さんぞ、鎧元帥。おい、待て。あいつはデストロに復讐するつもりだ。急ごう、見失うぞ。先輩、大丈夫です。雪のバイクに発信機をつけておきました。 V3 ホッパーで追跡しています。向かっている先は北の切原平原の方に向かっています。よし、あ、どう。処刑されるために帰ってくるとはバカなやつよ。鎧元帥、お前のような卑劣な男を俺は許せない。抜かせ、科学者のお前に何ができる。貴様は復讐の鬼だ。鎧元帥、ライダーマンが結城ジョージに代わって復讐に来た。結城ジョージ、いやライダーマン、改めて死刑執行だ。
さあ、来た。ふざけおって、貴様一人でどうにかできるデストロンではないわ。ならば我らが手を貸そう。仮面ライダー、鎧元帥を俺の力で倒す。個人の目的で戦う場合か。勝手にしろ。わお。
よくもこの恨み忘れんぞ。なぜ君たちは俺を助けた？君も同じ悪の組織に傷つけられた仲間だからだ。仲間？俺と一文字は改造人間にされ、そして四郎は家族をすべてデストロに殺されてしまった。みんなそれぞれに傷を持っているのさ。ユキさん、あんたもだ。わかった、君たちに協力しよう。だが鎧元帥は必ず俺が倒す。それが俺を助け死んでいった仲間へできることだ。わかった。その橘さんという人のところへ行くのか？そうだ。